こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回はロシアワールドカップ、クロアチア VS アイスランドについてです。以下引用。6月27日、AFP、サッカー、W 杯ロシア大会2018は26日、グループ D の試合が行われ、クロアチアが2、1でアイスランドとの激戦を制し、グループ D の首位通過を決めた。クロアチアはベスト16でデンマークと対戦する。多くの人がサンクトペテルブルクで行われたアルゼンチン対ナイジェリアを注目していた一方で、クロアチアは後半にミラン・バレリが決めた絶妙なボレーシュートと、終盤のイヴァン・ペリシッチのゴールでグループ D 首位を確保した。クロアチアはすでに16強入りを決めており、ズラトコ・ダリッチ監督は3-0で勝利したアルゼンチン戦に出場した選手の多くを温存し、前回の試合から続けて出場したのは主将のルカ・モドリッチとペリシッチだけだった。後半の立ち上がり、イタリアセリエ A のフィオレンティーナでプレーするバレリのシュートがクロスバーを叩き、試合が動くと、バレリはその直後に失敗を繰り返さなかった。29歳のバレリは、軌道が変わったクロスボールに合わせて素晴らしいボレーを放つと、これがアイスランドの DK ハネス・ハルドルソンの横を抜け、クロアチアにリードをもたらした。アイスランドは後半28分、ビルキル・ヤルナソンが近距離からのシュートを外すも、その直後にビルフ・チグルズソンのクロスをレアン・ロブレンがペナルティーエリア内でハンドし、チームの命運を左右するチャンスが訪れた。前回のナイジェリア戦で PK を失敗していたチグルズソンだが、今回は成功させた。そして 1-1 の同点のまま迎えた後半45分、ペリシッチがアイスランドに最後の一撃を加えた。左サイドのスペースに抜け出したペリシッチは強烈なシュートを放ち、この試合に決着をつけると同時にアイスランドの W 杯での冒険を終わらせた。決勝トーナメントに進出したクロアチアは7月1日、ベスト16でデンマークと対戦する。AFP。ご視聴ありがとうございます。毎日配信していきますのでぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。